おはようございます、こうちゃです。昨日のペアリングは失敗してしまったんですが、またアワス、昨日より分厚いアワスですね。これ何層だろう、かなり分厚いので、オスベタちゃんはかなりやる気があるっぽいので、もう一回挑戦してみようと思います。で、アラグライアロタラなんですけど、水の上から出てきました。かなり成長速度が速い気がします。こんな感じで水面にもう達しています。いやでもいいね、ロタラは。ということで、おちょぼりん、もう一回はい、で、おちょぼりんゲット。で、アワスを壊さないように。あー、威嚇してるね。威嚇してます。この状態でもう威嚇が始まっております。威嚇っていうか求愛でいいのかな。どう？どうだい？おちょぼりん合わせの下にいるぞ。あー、早っ。やっぱダメ？え、これダメならさ、この合わせは何のためにあるの？いやー、大丈夫かな。これ嫌がってるじゃん、めちゃくちゃメスが。ベタの産卵、こういうもんなんでしょうか。うわー、心配。うわ、大丈夫かな、殺されないかな。あー、逃げてった。大丈夫か、大丈夫か。いらないであげて。どうも、後取り紅茶です。たくさんのベタのアドバイスコメントありがとうございます。中には紅茶の動画遅れてるからアドバイスしても無駄だよっておっしゃる方いらっしゃいますが、大丈夫です。次のペアリングの時に参考にしながらできますので無駄にはなりません。ぜひ経験者の方はコメントアドバイスよろしくお願いします。だいたい私の動画は 2,3 週間遅れですね。編集がねすごい遅いです。ツイッターとかにはたまにネタバレしてますね。だからちょっと YouTube の動画とツイッターで言ってることが噛み合わない時があるかもしれません。で、ベタちゃん4匹60面位水槽でサテライトからローテーションさせて元気に泳いでます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。